サッカーを愛する全ての人にエールを送り、岩手のサッカーシーンを熱く盛り上げる、キックオフ岩手。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日も IAT のスタジオから生放送でお届けします。キックオフ岩手、県内のサッカー情報盛りだくさんでお届けしてまいります。吉田優馬アナウンサーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日はこのお二人です。はい、天心木村さん、刈谷アナウンサーとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう今日でちょうどキックオフ始まって2ヶ月になりました。あっという間でしたね。あっという間ですね。岩手のサッカーどんどん盛り上がっていってるんじゃないですか。そうですね。はい、刈谷さんどうですか。うん、いや本当に最近 そのグルージャの活躍も見てるので、うん、今日も楽しみだなと思ってます。確かにそうですね。はい、さあ続いては子どもたちの挑戦を応援する未来のジェジェジェイです。はい、今週はですね、特別編をお送りします。はい、うん、一体どういうことなのか、こちらご覧ください。未来のジェジェジェイ。サッカーの楽しさだったり、まあ、勇気希望っていうものを与えて、これからもね頑張ってもらえるように、行ってきます。元日本代表あの選手が向かったのは一関市の萩翔 SC。 J2 いわきに所属する岩渕博人選手を輩出するなど輝かしい歴史を誇る名門ですが、実はチーム存続の危機。団員は3名でなかなか試合にも出られない、そういう状況でありますけれども、そう、今シーズンの登録はわずか3名。メンバーを増やして大会に出場したい、子どもたちの熱い思いに応えようとやってきたのは、誰だこの方です。岩手グルージャ盛岡、背番号29、水野浩樹選手です。来ていただいたんですね。そうなんです。すごいですね。2007年日本代表に初選出、古橋亨梧選手、前田大然選手らが所属するセルティックでも活躍したレジェンドです。すごい。そんな水野選手が子どもたちに伝えたい思いとは。3人だと試合もできないもんね。はい、そうだよね。でもサッカーって一人も絶対上手くなれるから、頑張っていこう。はい、はい、サッカーの上達に人数は関係ない、うん、まずは子どもたちの前で自らが手本となりドリブルを披露します。うらやましい、うん、タイムは12秒09です。本人はもっと妙ですみたいな。そうね、体がね、どうしてもね、すごい滑らかで、よく見てるペースだったので、最後まで開ける。そうなんだ、それが大事。失敗してもチャレンジすることが大事。失敗したみたいな感じですよ。失敗してもチャレンジすることが大事ということで、練習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 。私も挑戦してみました。失敗を連続すぎませんよ。実際やってみたらやっぱりすごいね。同じとこ通ってる。同じとこ行ってる。いや、思ってる以上に下手。全然できなかったです。では挑戦してもらいましょう。千葉直人選手の挑戦です。頑張れ頑張れ。よーい、さあスタートしました。勢いよく始まりました。いいね、いいね。水野選手の記録を目の前で破れたらね、冷静に。そこで引っかかったら、いいよいいよいいよ、おいおいおい、早い。どうだ、いったよこれ。あーすごいすごいすごい。あれ、なんと10秒台。はい、細かいタッチでいきなり歴代2位の好タイム。さあ続いてはチーム最年少の女の子、村上ひなの選手の挑戦です。頑張れ頑張れ。よーい、さあスタートしました。そうしっかりスタートでした。柔らかい柔らかい、うまいうまいうまい、決まりました。うまいうまいうまい、すごいうまい。そっからそっから落ち着いて、そう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 、あ、いいね、落ち着いて、最後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 、いけいけ、抜けろ、よし、いったよ。記録は14秒1。悪くない悪くない、素晴らしい素晴らしい。3人目はひなの選手のお兄ちゃん、村上春樹選手。さあスタートしました。うまいうまいうまい、ですか、軽やかなステップ。うまいうまいうまい、早いんじゃない。いいタイム出そうっすよ。出そう出そう、最後最後最後いけ。9秒66です。もしかして歴代1位何でしたっけ。どうなんだ、歴代1位か。いや惜しい、惜しい。 0.5 秒。あ、そうなんだ。スムーズだったし、テクニックあるね。ああ、
元日本代表から言葉をもらえるのはすごく嬉しかったです。いやそうです、すごいね。わずかな差で1位の記録には届かず暫定2位。それでも萩翔 FC の2人が上位にランクインしました。お知らせの後は最年少のひなの選手が大活躍。おさあ続いてはキックターゲットです。引き続きこの3人の選手に挑戦してもらいます。狙ったところにボール蹴れるようになったらシュートも入るようになるし、ね、パスもうまく味方に通ると思うから、うん、まあ、これも一つの練習として頑張ってください。はい、千葉選手はどこを狙いますか。左上です。左上からよーい。ちょっと緊張してたね今、うん、練習ね、うまく入れてたもんね。そっか、確かに。そう、練習では2球目です。そうです、ね、村上朝日選手の挑戦です。よーい、惜しい、惜しい。いいキックだけど、かなり勢いよくキックしましたが、どうでしたか。試合のフリーキックだったら入ってた。そう、確かに、うん、絶対入ってたもんね、うん、いいコース飛んだもんね。続いては3球目になります。じゃあ3球目はひなの選手お願いします。最年少です。どこを狙いますか。左上。左上。練習は真ん中しか蹴れないって言ってましたよ。なるほど。本番一発で今から村上ひなの選手挑戦していただきます。それではよーい、さあどうだ。おナイスシュー、ナイスシュー、すごいすごい。すごい、狙い通り。素晴らしいキックでしたね。練習から見てましたけど一番いいキックでしたね。本当に強い。いやこの緊張感の中やってくれました。でしたね、嬉しかったです。よーい、さあ続けるか。2回目どうだ。落ち着いて。惜しい。緊張しちゃうよね。よーい、みんな見てるし、うん、さあお兄ちゃん、お兄ちゃんどうだ。あー、惜しい、惜しいね。惜しかった。惜しいね。残された持ち球はあと1本。先ほど成功させたひなの選手がキッカーを務めます。これまでのキックターゲットで挑戦したみんなの最高記録1球だけになってます。だから今ひなの選手がどうしたら新記録と成功。こちらも期待が高まってしまいました。頑張れひなのちゃん、頑張れ、負けるな。惜しい、すごく惜しい。入ってたっしょ今。2本目も完璧な軌道を描くもほんの数センチ枠の外。ああ、惜しいよ。それでも最年少ひなの選手貴重な1ポイントをゲットしました。萩翔 SC の皆さんお疲れ様でした。元日本代表とかそういうすごい人とプレーするのは初めてなのですごいいい経験になりました。とても参考になったしとても楽しかったです。これからの目標を聞かせてください。日本代表になる。頑張ってほしいですね。やっぱスポーツってこう子どもたちを笑顔にさせたりとか感動を与えたりっていうのが、まあ、この短時間でもすごい分かった。やっぱ将来的にこう J リーガーになってあの時水野選手が教えてくれて嬉しかったなっていう言葉が聞けたら一番嬉しいですね。いや最後にテレビを見ている皆さんにメッセージをいただけますか。僕たちと一緒にサッカーをしてくれる人を募集しています。みんなでサッカーを一緒にやりましょう。みんなで岩手のサッカーを盛り上げよう。未来の JJJ。 いや素晴らしい。なんか水野選手に言ってもらったらやっぱすごい響くやろうから同じ目線でねちゃんと言ってあげてって、なんか本当団員が増えてすごい楽しめたらいいのになサッカーをと思いますね。そうでしたよね。水野選手なんですけれどもこの撮影が終わった後も子どもたちと一緒に練習をされていて、うん、もう本当に熱い方だなというふうに思いました。羨ましい。惜しかったね最後キックターゲット。そうでしたね。そうなんですよね。あれ刈谷さんがプレッシャーかけへんかったら成功してたかもしれないけどね。かなりひなの選手も頑張っていましたからね。そうやね。はい、そしてですね、萩翔 SC に興味があるという方は、はいはい、こちらインスタグラム、公式のインスタグラムからぜひダイレクトメッセージを送ってくださいということです。なるほど、ぜひぜひですね。はい、そうですね、水野選手、今回も子どもたちすごく熱いエールを送っていたんですけれどもかっこいいなと思ったのが
今回自分もまだ試合への出場機会が多くないから一緒に頑張ろうというふうに子どもたちが話していて、そんな中今回天皇杯に出場して活躍されたということですから、今子どもたちも喜んでるんじゃないかな。そうですね、子どもたち絶対応援しますしね。そうですね、水野選手と子どもたちの活躍期待したいですね、はい、ぜひ迷った方は未来の JJJ そして萩翔 SC にご参加ください、はい。さてここで岩手県サッカー協会からのお知らせです。ゴールを決めるのは君だ。ゼビオカップキッズサッカーフェスティバル今年も開催決定。ただいま参加チーム募集中。みんなの参加お待ちしています。参加チームの募集は来月9日までです。詳しくは岩手県サッカー協会のホームページご覧ください。さて天皇杯を挟みこれからリーグ戦が始まりますが、はい、次節は明日アウェーで宮崎と対戦しますが、ここで気になるデータがあるのでぜひ皆さんご覧ください。出ますでしょうか。出ますでしょうか。こちらです。出た。アウェー戦で獲得した勝ち点と得点がリーグトップなんです。あら、そうなんですよ。14点中12ポイントがアウェーですし、17得点中14点がアウェー、そして勝率驚異の 67%、 これは J3 で去年優勝した岩城と同じ数字なんです。だからこのまま勝てば J3 優勝、そして昇格が見えてきますので、ぜひ皆さんで応援したいというところですね。木村さん。そうですね、だからまあホームももちろん勝ってほしいけど、アウェーからしっかり流れ作ってっていうところですよね。いやもう本当そうですね、皆さんでしっかりと応援したいですね。カレーさん、セケガチャール宮崎、私宮崎に住んでいたんですけれども、うん、一昨年 J リーグに加入したばかりなんですよ。もうこれはもう岩手に移住した身としては絶対に負けられない戦いだなと思う。頑張ってほしい。どっち応援してるんですか。もちろん岩手です。よっしゃ、熱く応援します。ぜひ皆さんで応援しましょう。貴重なお時間ありがとうございました。来週もお楽しみに。Jay, I'm killing.